心常に道を離れず下がります。スミョルクリシャンだよ。これが私の力です。びしょびしょになる。いいえ、あなたは？私は氷の国の王女、ソフィーです。やはりそうでしたか。これはあなたの肉親なのね。はい。兄がご迷惑をおかけして申し訳ありません。兄はもうこの世にはおりません。それなのに兄の力を感じたので、まさかとは思いましたが。そう、あなたのお兄さんの魂が混沌に取り込まれてしまったのね。残念だけど、こうなってしまった以上、お兄さんを助けることはできないわ。気にしないでください。お兄様はすでに亡くなっている。それは理解していますから。でもこんな形でもお兄様の力を感じることができた。それで十分です。あなた強いのね。そんなことはありません。助けられるなら助けたい。この亡霊は私が立たせてもらうわ。肉親のあなたが手を下すのは悲しすぎるから。いえ、私がやります。お兄様は私が止めなければいけないのです。それが氷の国の次期女王として、妹としての務めです。わかった、あなたに任せるわ。ありがとうございます。お兄様、どんな姿でもあなたは私のたった一人のお兄様です。だから今度は私がお兄様を